どうも皆さんこんばんは、 NM です。最近死神ハイセやオールが実装されて新規ユーザーもかなり増えたと思うので、今回は東京グールリインボーク初心者向け解説をやっていこうと思います。今回は初回ということで、まあ、アドバイス的な感じで軽く説明したいと思います。そこまで深く入り込みはしません。で、特にコメントで多かったものをピックアップして簡単に説明していきますので、よかったら参考にしてみてください。このゲームを長く楽しく遊ぶというコンセプトで今回は喋っていきます。おそらく皆さんリセマラはやると思います。性能で選ぶのもいいんですけど、このゲームを始める理由はほぼほぼ全員がですね、東京グールという作品が好きで始めると思います。なのでこのゲームを長く続けていくためには性能を優先するよりも、まあ、キャラ愛で選んだ方がいいんじゃないかと僕は思います。で、最初にやることですが、まあ、いろいろ考えたんですけど、やっぱり初心者の目線になって見てみるのが一番かと思いまして、とりあえずですね、サブアカウントの方を僕は作成しました。あえてここではリセマラをしていません。で、始めてみてまず最初に思ったのが石の回収とキャラの育成だったんですよね。僕がそこそこやり込んでるんで、あ、この段階に行くためにはこれだけキャラ育てなきゃいけないなっていうのはまあ大体分かってるんで、まずキャラの育成と石の回収、特に念を押したいのは育成ですね。で、キャラの育成には素材が必要なんですけど、まあ、その素材にはですね、レアと SR と SSR と、3つランクがあって、ランクの高い素材を集めるためには難しいクエスト、まあ、難易度の高いクエストに行かなきゃいけないんですね。で、難易度の高いクエストをクリアするためにはキャラ自体も強くする必要があります。ガチャだけ引いてキャラが増えるだけでは無駄に石を消費して育成が追いつかないという状況になります。なので最初はキャラを育成して安定して素材クエストを周回できる段階まで持っていきましょう。現時点でどうしても欲しいキャラがいる人は石を回収してガチャを引いていただいても結構なんですけど、まあ、残念ながら無課金でプレイしている人は回収できる石の数に限りがあります。コメントで多いのが回収する石がないとか、ガシャを回しすぎた等が多いです。ちなみにストーリーで回収できる石の数は現時点で東京グールノーマルとハード合わせて448個、東京グールルート A ノーマルとハード合わせて190個、東京グール RE は、45章までノーマルのみで39個となっています。まあ、この3つの章を合わせて合計で677個が現時点で回収できるストーリーでの石です。素材クエストとかイベントクエストとか占領戦とかで回収するとなると、まあ、もっともっと多くなってくるんですけど、とりあえずストーリー実装されているのは677個までしか回収できません。これをですね、多いと取るか少ないと取るかは皆さん次第ですが、基本的に10連で50個消費すると考えて計画的に使った方が良さそうですね。なので最低限クエストを楽に周回できるだけの SSR を持っておけば、欲張らずに石は温存しておいた方がいいでしょう。リセマラして当てたキャラ、例えば死神ハイセプラス、まあ、1体か2体、まあ、前衛ですね、前衛の3体 SSR を置けるぐらいの、まあ、キャラクターの数がいれば、まあ、イベント以外の素材クエストは、まあ、楽々クリア、周回できると思います。ちなみに僕のメインアカウントをデクメル、まあ、一番弱いパーティーがまあこんな感じのパーティーなんですけども、こんな適当な編成でもですね、クエストの最高難易度の A は楽にクリアできます。素材クエストね、正直素材クエストを周回するだけなら SSR は6体もいらないんですよ。まあ、SSR 前衛3体いて後ろの、3体はレアとか SR キャラで十分代用はできます。占領戦っていう東京グールリインボークのメインのイベントが、まあ、1週間おきまたは2週間おきぐらいに始まるんですけども、クエストをですね、何百回と周回しなきゃいけないっていうイベントで、まあ、それでポイントを稼ぐんですけど、まあ、初心者はとりあえず周回効率とかそのポイント効率っていうのを考えなくていいです。育成の方に専念していただいて、まあ、とにかく、いろんなクエスト、素材クエストをクリアできるようになってキャラの育成を進めて、そこから、まあ、効率だとかを考えたらいいと僕は思います。まとめますと、最初にやることは、まあ、石の回収はキャラの育成なんですけど、まあ、ぼちぼちね、石の回収もしつつ、とりあえず自分の持ってるキャラの育成を進めて、キャラの育成が進んだら自分の欲しいキャラをガチャで引くという感じですかね。一番言いたいのは、まあ、とにかく石を使いすぎないでほしい、これだけです。
最近死神廃生の実装で新規ユーザーも一気に増えて、まあ、僕の動画を見てくださる方もかなり増えました。で、皆さんにこのゲームを長く楽しく続けてもらいたいので、まあ、石のご利用は計画的に、これを念を押して言いたいです。まあ、今、石がなくてね困ってるよっていう、まあ、なかなかそこそこねやってきたユーザーの人たちは多分ねストーリーで石を早々に回収して、まあどっかのガシャで一気に使っちゃったっていうパターンが多いので、まあ、石のご利用は本当に計画的にということを僕はもう念を押して、この動画で言いたいことはもう本当石を使いすぎるなっていうことだけです。はい、というわけでですね、本当に簡単なんですけど、第1回初心者向け俺的解説は、始めたてもしくはこれから始める方への、まあ、僕からのアドバイスでした。次回はですね、キャラ育成について少し内容を詰めたものを説明しようかなと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。